ああ、季節の変わり目でニキビができちゃった。ボツボツ。肌荒れってやだな。気になる。我が敵よ。ニキビ。ベロンチョ。え？お母ちゃんも？なんか、僕も肌荒れしてるかも。ほほほ。うわぁ！最近、顎がかゆいんだよな。なんかできてる。猫ニキビ。説明しよう。猫ニキビとは、毛穴が詰まってできるボツボツのことだよ。顎は毛づくろいがしづらいので、猫ニキビができやすいのだ。おっと、なんか汁が出てきた。書きすぎだぜ。お母ちゃん、僕と肌荒れ仲間だぜ。およ、だし。お母ちゃん、どうしたの？アピール激しいな。病院行くぞ。そして数時間後、病院頑張ったぜ。何それ、苦しそう。なるほどね。あら、お母ちゃん、何を見てますの？ススどれどれ。猫ニキビの原因の一つは毛づくろい不足。むむ、そうなんですわね。私は大丈夫かしら。ペロペロペロン。うん、大丈夫。綺麗に毛づくろいできてますわ。むっつやつや。ちら。さて。あむべと。よくわかんないけど逃げろ！捕まっちゃったよ！きれいきれいにして差し上げますわ。いやもう向こうに行けない。なんだかんだみんな綺麗になりました。わあ、綺麗。ハンサム復活。なぜ？そんなの朝飯前でしてよ。どや。うわあ、綺麗にいたしますわ。いやあ、でもなんか汚くない？言われてみれば汚いだなんて。しけな。おう、ベルちゃん、一丁綺麗に頼むわ。はい、喜んで。ブラ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 。グッドボタンとチャンネル登録お願いしますわよ。ペロペロ。よかったらまた見てほしいにゃ。じゃあねー。お母ちゃんとかわいい猫ちゃんツー。パテロール。